ていうかメラメラって気分になります。誰が歌ってるんですか社長？この子はガラハ響。最近勢いを増してきた黒いプロ所属の新人アイドルだよ。みんなありがとう。自分絶対トップアイドルになりたいんだ。応援してね。絶対トップアイドルになりたいですか。私も言えるようになってみたいな。自分ない相手だな。グラハ君はまだデビューしたばかりだが、新人アイドルの中では人気ナンバーワン。まさに新進気鋭だ。それになんといってもプロイプロが打ち出しているプロジェクトフェアリーのアイドルだからね。プロジェクトフェアリーとは、プロイプロの黒井社長自らが手掛けるアイドルの一大プロジェクトだ。これに属する子は大々的に売り出されることになる。プロイプロの途方もない財力のバックアップを受けてね。それが黒井社長のやり方だからな。うわ、すごいですね、響さんは。もうすぐトップアイドルなんですね。いやいや、実力は負けていない。財力は我がナムコプロの乾杯だがね。ナムコプロも貧乏だったんですね。社長、食費のやりくり大変ですか？君たちへ払う給料のやりくりが大変ではあるかな。でもでも、私も貧乏だけど気持ちだけはいつも元気で前向きです。社長も前向きに頑張りましょう。貧乏でもいいこといっぱいありますよ。ありがとう、やひょひょ。さて、当面の君たちの目標だが、アイドルランクを上げてゆき、アイドルアルティメイト優勝を目指したまえ。年に一度だけ開かれ、真のトップアイドルが誰なのかを決める番組、それがアイドルアルティメイトだよ。そうだ、番組の予選は数回に分けて行われる。予選に勝てばアイドルランクも上昇するぞ。そしてランク A まで上り詰めた者だけが番組内で行われる本戦に参加できるのだ。アイドルアルティメイトの優勝者はたった一人。もし途中の予選や本戦で敗退すれば、敗退しちゃうとどうなっちゃうんですか？敗者もおめえだけが残る。大抵はそのまま引退というケースが多いな。
も頑張ります。みんなに元気をいっぱいあげたいから、アイドルアルティメイトで優勝してトップアイドルになります。はい、一緒に頑張りましょう。プロデューサー、約束ですよ。イエーイ。いずれ黒いプロのアイドルとオーディションで会うこともあるだろうが、君たちの勝利を私は信じている。君たちとファンとで伝説を作ってくれたわよ。すでにガナハ君の知り合いとはな。そうなのか。ところでライバルの動向を調べるのはプロデューサーの役目だ。今後も彼女に会うことがあれば世間話でもしながらプロイプロの動向を調査したまえ。まあ軽い気持ちでいいから、その方が彼女のためにもなるかもしれんからな。プロイ、同じことを考えてるんだな。ん？うわ、もちろんだとも。では、我が事務所のためよろしく頼むよ。どうですか？もうナムコプロには慣れましたか？いよいよ本格的に活動開始をされると聞いてお手伝いに来ちゃいました。ボタンでスキップせずによーく聞いていてくださいね。さて、まずはランク F へのランクアップ、おめでとうございます。でもここから先は2つの条件を満たさなければランクアップすることができないんです。1つ目の条件は、各アイドルランクごとに設定されているファン数を獲得すること。そして2つ目の条件は、各アイドルランクごとに用意されたアイドルアルティメイト予選に合格することです。この2つの条件をランクアップの期限、つまりランクアップリミットまでにクリアしてください。リミットまでに2つの条件を必ず満たさないと活動停止となりますから気をつけてください。リミットまでの残り活動集は毎朝表示されますから、明日から確認してくださいね。それじゃ、今日はお疲れ様でした。おやすみなさい。